シュトラールズント後為戦は、スウェーデン・ブランデンブルク戦争中のグレゴリオ戦六1678年9月30日、スウェーデン軍とブランデンブルクプロイセン軍が衝突した工場戦である。2万1500名を要するブランデンブルクプロイセン軍は、町の大部分が破壊された20時間足らずの砲撃を経て、それまでスウェーデンに属していた重要な要塞、シュトラールズントを制圧した。 スウェーデンはフランスの働きかけによってブランデンブルクプロイセンに対する攻勢を開始しスウェーデン・ブランデンブルク戦争を引き起こした。しかし軍が6月28日にフェールベリンの戦いで大敗を喫した結果スウェーデンは北ドイツにおいて主政に追い込まれる。デンマークと新生ローマ帝国がスウェーデンに対して戦線を布告すると1675年10月には ブランデンブルク戦抵抗フリードリヒビルヘルム率いるブランデンブルクプロイセン軍がシュトラールズントの門前に到達した。すでに同年10月23日にはシュトラールズント近郊でブランデンブルク軍とデンマーク軍が初めて合流を果たしていたのである。その場に来ていたデンマーク国王クリスチャン5世が即時の攻撃に反対し冬も迫っていたので連合軍は 同年10月25日には撤収した。1676年には、シュトラールズントの内外で、軍事的な事件は何も起きなかった。しかし1677年、ケーゲワンの海戦で、デンマーク海軍がスウェーデン海軍を破る。この敗北は、シュトラールズントとスウェーデン領ポメラニアにとって、スウェーデン本国からのあらゆる支援が途絶えたことを、意味した。なぜなら、今やデンマークが、 バルト海の政界権を掌握したからである。同時にシュテッティーンも行為を受けており、1677年9月17日には、デンマーク軍によって、スウェーデンが支配していた、流言島が占領された。1678年9月23日、流言島に上陸するブランデンブルク軍。これは、シュトラールズンと要塞を攻略する上で、重要な前提であった。 1678年1月15日、シュトラールズントから来航したスウェーデン軍が流言島に上陸し、1月18日にバークゾーの戦いでデンマークブランデンブルク連合軍を打ち破る。シュトラールズント周辺の陸地はスウェーデンのこの勝利にもかかわらず不安定であった。1678年8月5日から6日にかけての夜、 ブランデンブルク兵500名がシュトラールズントの近郊に侵攻し略奪を働いて14名の捕虜を取った。デンマーク海軍の艦も海から襲撃を繰り返していたのである。1678年9月22日から23日にかけてデンマーク軍とブランデンブルク軍が流言島に上陸するとシュトラールズントの街は危機に陥った。その後の数日間で スウェーデン軍は、リュゲン島の放棄とシュトラールズントへの移動を強いられる。同年9月27日には、デーンホルム島から、スウェーデン軍が撤収した。リュゲン島の疾患により、シュトラールズントへの進攻はもはや時間の問題となる。1640年頃のシュトラールズント。シュトラールズントの後遺戦は1678年9月30日、デーンホルム島に展開したブランデンブルク軍の、 大砲によるフランケンダム及びシュトラールズント公への砲撃とともに始まった。この砲撃によりシュトラールズントでは5名の犠牲者が出た。5日後の1678年10月5日、ブランデンブルク軍は街の前面に展開する。先帝校フリードリヒビルヘルムはリューダースハーゲンに本営を敷いた。ブランデンブルク軍は コンメルンから来園した部隊によって2万1500名と大砲80門を要していた。一方、シュトラールズントでは1678年10月5日から、とりわけフランケンホアシュタットで補強工事が行われていた。これによって死壁はより高くなり、狭間も開かれた。シモンの前面からは敵軍が遮蔽物として利用できなくなるよう、樹木や家屋が撤去される。 しかし、同地の要塞には、外側の防衛施設がなかった。このことは、初期の状況を不利なものにした。なぜなら17世紀の後半には、大砲の射程が伸び続けており、島という立地も、後為軍の砲兵隊にとり、もはや支障にならなくなっていたからである。シュトラールズントには、様々な光の金属製の大砲73門と、鉄製の大砲44門があった。これに、 スウェーデン軍の野三37門が加わる。スウェーデン軍はシュトラールズントに3000名を展開しており、町も3000名を防衛のために提供した。また、弾薬と火薬の備蓄状況は良好であった。他方、ブランデンブルク軍はシュトラールズントの全面で、スウェーデン軍の砲撃を受けていたにもかかわらず、陣地の強化を進めていた。 1678年10月15日までに、シュトラールズントの市内では、砲撃により、さらに20名の犠牲者が出ている。10月15日から19日にかけて、先定校、フリードリ・ヒビルヘルムは差し迫った町の破壊を降伏の勧告によって、阻もうと、最後に試みを行った。しかし町の上層部とスウェーデンの総督、 オットービルヘルムフォン・ケニヒスマルクはこれを拒絶した。1678年10月20日、シュテティンから、後遺軍のための火薬を積んだ一隻の船が到着する。砲兵隊に火薬を分配した後、街を砲撃する準備は終わった。そして同日の22時にも、火蓋が切られる。砲兵隊は、デンホルムとミューレンベルクやトリープゼーモンの前に築かれた砦から、 フランケンホアシュタットを攻撃した。30分後には、市内に大量に備蓄されていたマグサやワラに引火して、火災が発生し、急速に燃え広がった。1678年10月21日の朝6時から7時、そして12時から14時の間、交渉のため砲撃は中止されたが、合意に至らなかったために再開される。改めて射撃を休止した後の19時。 スウェーデン軍は軍師を後議軍へ派遣し、降伏の準備があることを伝えた。それまでに破壊が緩和できないほど進行し、町の全面的な壊滅が迫っていたため、交渉の必要が生じたのである。同時代資料は、町の人的損失や負傷者の数について、何の情報も挙げていない。1678年10月25日、名誉を伴う。 降伏の取り決めが調印に至った。スウェーデン側の総司令官、オットー・ビルヘルムフォン・ケーニヒスマルクは10月28日、残った2543名の兵と共に町を去り、スウェーデンに向けて出港した。10月30日には、ブランデンブルク軍が町に入り、市議会は選定校に忠誠を誓う。町が所有していた大砲は、ブランデンブルクプロイセンに移常された。 同年11月26日、グライフスバルトもフリードリヒビルヘルムに降ると、スウェーデン軍はポンメルンに拠点と部隊を持たなくなる。その後、シュトラールズントがブランデンブルクプロイセンに帰属したのは、サンジェルマン講和条約が締結され、同国が征服した土地をほぼすべてスウェーデンに返還するよう強いられる1679年6月29日までのわずかな期間に止まった。 ヘルベルト EWE ゲシヒテデアスタットシュトロールズンド P184AB ヘルベルト EWE ゲシヒテデアスタットシュトロールズンド P185 ハット AB ヘルベルト EWE ゲシヒテデアスタットシュトロールズンド P188 ありがとうございます。